はい、おはようございます。今日はね、警報級の雨が降るってことで、お散歩どうしようか考えてます。まだミミちゃんは起きてきません。今7時、ちょうど7時ですね。昨日はなんか9時過ぎぐらい夜、もう眠くてしょうがなくて、テーブルというかソファーの前でベタって寝ちゃってましたね。ここで編集しだしてもパンってなっちゃうぐらいの眠さでございました。はい、昨日ねサボってたんで動画編集しないといけません。ちょっと今日はこれやってからゆっくりお散歩行こうと思います。その前に、よいしょ、ではシックスパッド16台ね、シックスパッドやって筋肉つけましょう。カーテンレールのですね、このやつ、これがこっちのやつ折れちゃったんですよね。で、寝室の方もですね、ここの下がパキンと折れちゃって、経年劣化でやっぱり弱くなってるんですね。ちょっとアマゾンで頼みました。50個入り500円ぐらいだったんでね、この辺の結構変えちゃおうかなと思ってます。これも折れてるね。結構ダメージあるみたいなんで、一気に取り替えちゃいたいなと思います。おはようございます。すごい雨です。今日は災害級の雨になるってことらしいです。カッパ来てます。これはね、80年代から90年代ぐらいに買ったやつです。F1 を毎年見に行ってる頃のやつですね。フェラーリです。リバーシブルになっててね、こっちが裏側になるのかな。赤がメインだと思います。やっぱりイタリアンレッドの方がね。はい、ミミちゃんと下歩ってます。ここ前和子さんと来てた時もそうなんだけど、この柱の近くでね、いつもおやつあげてたんで、今日はすごいです。柱ごとにおやつ欲しがります。みーちゃん、ここパスしようよ。訴えてるね、おやつ欲しいって。みーみーちゃんがアーニャで遊んでます。お散歩の帰りにね、廊下、玄関の前の廊下のところに桜の花びらがね、風で舞い上がってありました。雨に濡れてはいないかな。はい、ね、初めての桜だね、今年ね。はい、どうしたのふみちゃん、アーニャと遊んでたんじゃないの。朝ごはんです。お散歩してなんかずいぶんお腹空いちゃいました。今日は9時10分になっちゃった、朝ごはんが。この間さとこちゃん買ってきてくれた焦る王様のぶどうパン、トーストしました。で、蜂蜜バターとブルーベリー乗っけます。でもって久世福商店のいちごミルクの素、野菜がないですけれども、
野菜は朝姉貴からもらったジュース飲みましたんで、それで補ってるんではないかなと思います。みみちゃんおいで、パン食べる、ね、ぶどうのないとこね、いちごミルク飲もうか。ここ昨日ぐらいからでしたっけ、ライドシェアのニュースが出てますね。でちょっと僕も調べてみたんですけれども、今の車でできんのかなとか思いながら、軽自動車に変えたらできんのかなとか、結論から言うと乗用車、軽はちょっとダメみたいですね。乗車定員5名って出てたんで、軽だと4名ですもんね。あと4枚扉ということで、今乗ってるヤリスはできるようでございます。ただ4時間っつったかな、それに限定されてるらしくて、時給が手当て入れて1800円プラスアルファってことで2000円ぐらいみたいです。で車出してだからね、で4時間、他の仕事とも合わせて40までしかできないっつってましたね、確かね。だから本業フルタイムで働いてる人はまず無理ですね。あと時間的にも区域とそのやれる時間っていうのがかなり絞られてるんで、ちょっとね厳しいかと思われます。ほぼウーバーイーツやってた方がいいんじゃないかなっていう感じでしたね。なんでまた追ってご報告いたしますが、今んとこライドシェアは単にニュースに乗るためのあれかな、稼ごうっていうにはいまいちだと思います。以上。急に思い立ちまして、ミミちゃんの注射に行くことにしました。狂犬病の注射ね、4月1日からなんで行ってみたいと思います。11時45分まで受付なんで、これで見ると11時38分到着予定なんで、なんとかなるんではないかなと思います。昨日の夜というか今朝方というか、アメリカで皆既日食ありましたね。僕はもう寝ちゃってて全然知らずに朝気がついたんですけれども、ダラスのサヒロさんが写真を撮られまして、インスタに上げてらっしゃいましたのでね、すごいですよね。もう周り真っ暗なってまして、イアン君の喜んでる姿なんかも映ってましたね。はい、次は2035年だそうです、日本で見れるのは。あと11年生きてねえだろうな。ね、経験してみたいですよね。いきなり周りが真っ暗になって温度もすごい下がるそうです。はい、まあね、本当いろんなとこ行きたかったけど、まあ限られた中で楽しく暮らしたいと思います。どうぞ。ミミちゃんはこれからお注射、ヒーって鳴くんだよね。はい、お注射行ってまいります。病院来ました。不安なミミちゃん、すんごい雨になっちゃいました。無事注射終わりました。泣いたね、泣いたね。でみーちゃん、ここのとこねちょっと膨らんでるんで気になってたんですけれども、先生に聞いてみたら脂肪腫っていうのではないかっていうことなんで、まあ、良性なら問題ないし、悪性の場合は手術して取っちゃわないとって言われたんですけれども、どうしようかね、調べてもらおうかね。まあそんな急がなくても良さそうな感じでございますが、まあ取り返しのつかないことになっちゃうと嫌だしね。はい、ちょっと心配でございます。ランドロームでお買い物してきました。久しぶりにランドローム来たね。和子さんの大好きなシュークリーム買ってきました。帰ったらあげようね。じゃあみーちゃん帰ってお昼にしよう。
シュークリーム買ってきたよ。1個ね、潰れちゃった。ミミちゃんが最後、うち着くちょっと前ぐらいにね、車の中でゲーしちゃったんだよね。もうこんな元気になってるけど。はいはい。もう大丈夫かな。ちょっとね、やっぱ駐車してね、体調悪かったのかもしれません。まあもうこんだけ遊んでるから大丈夫だろう。いっぱい吐いちゃったからね、お腹空いてると思う。消化してない朝ごはんも随分残ってたからね。はい、じゃあ遊びましょう。お疲れ様でした。みーちゃん元気になったっぽいですね。もう食欲すごそうです。はい、じいちゃんのお昼ごはんはランドロームで買ってきたあんパンと、チーズなんです。みーちゃんチーズの匂いにもう惹かれちゃってるね。食べて大丈夫？あ、もう葉っぱがすごい出てきた。こっちはでもね、これ上の方のお花はなかなか咲いてなかったから、まだ額がしっかりしてて、今週末ぐらいまで持ってくれるんじゃないかなと思います。今日はトップガンマーヴェリック最後まで見てきました。やっぱりいいですね、ああいう映画好きです。昔のも1回か2回しか見てないんだけど、すごく思い出した。アイスマンとかね、とグース、一緒に組んでた相棒で亡くなっちゃった方なんですけど、それの息子が今回巡視役みたいな感じだったですけどね。なんか昔を思い出させるシーンがところどころに散りばめられていてね、昔というか前作をね、いやなんかいろいろ思い出してすごく懐かしく思いました。38年前だったんですね、第一作目は。かっこいいです。やっぱね、憧れますよね、戦闘機っていうのはね。すごく覚えてるのが、グースが確か縁起をすごく担ぐんだったっけかな、黒猫が前を横切ったとか、そういうので、あ、今日は縁起悪いとか言ってたのが、白猫が前を横切って今日は縁起がいいって言ってた日に亡くなっちゃったりとかね、そんなしたんじゃないかな確かね。本当昔のことだんだん蘇ってきます。38年前って何してたんだろう。40年25、6歳、あずこさんと付き合い出したぐらいかな。でも映画なんか一緒に見に行ったかな。いろいろ思い出します。年取った証拠です。後ろを向くのはほどほどにして前向いていかないとね。少しずつ少しずつ前を向いていきたいと思います。はい、どうぞ。はい、リコ、よいしょ。桜の花びらが上流から流れてきてます。じゃーん、カーテンレールのなんていうの、金具っていうのかな、プラスチックだけど金具っていうのかな。はい、これを取り替えます。50個入ってて540円ぐらいだったかな。はい、かなりお安くです。もううちの全部は変えらんないかな。かなり経年劣化でね、硬くなっちゃってきてるんで、たまに交換するのもよろしいんではないかなと思います。はい、こちらオアシスに随分お水入れておいたんですけれども、やっぱり弱ってきちゃったもんですから花瓶に移し替えます。
ちょっとねセンスないですけれども、一応これに乗せました。大丈夫だよ、花瓶ねひっくり返んないよね。ミミちゃん体当たりしないでね。はい、一応片付けさせていただきます。ありがとうございました、A ちゃん。